重力試験施設が存在すると予想される座標が判明しました。当該施設の存在を確認し、破壊することが本オーダーの目的となります。これまで3機の座標から重力制御の実験に適していると思われるポイントをエンプレスが算出した。4機目か。ブラックロータスというのは一体いくつ存在するんだ。これが最後の1機よ。そう断定する根拠を聞かせてくれ。あれほど巨大な施設を建築するのには資材と時間が必要になるわ。特に資材関係の流れね。重力制御には特殊な機器が必要になるから、記録上でもごまかしが効きにくい。オーバルリンク計画の記録を洗ってみたけど、5機目を建設した痕跡は見られなかった。それに解放旅団から離反しグリーフに寝返った傭兵はあと一人しかおらん。グリーフは無駄なことはせん男だ。少佐ですね。そう考えるのが妥当だろう。ちょっと待ってくれ。もう一つ疑問がある。座標はあくまで予想であって観測されたわけではないのだな。演算結果には絶対の自信があるけど、そうね、あなたの言う通りよ。これは予測にしか過ぎない。遠距離レーダーでは存在を確認できなかったわ。ブラックロータスには設計段階から強力なステルス機能が組み込まれているから。観測用の無人機を飛ばしたけど、安全地帯を抜けた途端イモータルに食われちまった。ま、連中にしてみれば格好の餌だよな。4機目のブラックロータスはこれまでの3機よりもドミネーターとの同調試験に時間をかけている。これまでのデータも取り入れているだろう。一刻も早く破壊しなければならん。だがグリーフの罠という可能性もある。そういう絡め手を好む男だ。周囲の言う通りだ。全戦力を投入していざ現地に着いたら罠だったでは済まされん。我々が名をついている間にいつ月を落とされるかわからんのだ。話は簡単でしょう。俺が行って確認します。もしブラックロータスが存在すれば全旅団を投入するオーダーを発令してください。簡単そうに言うがな、ジョニー。ブラックロータスがあればそこには少佐がいるってことだ。お前がどうにかできる相手じゃないぞ。陳志郎、最悪俺が死ぬだけですよ。お前、そこまで分かって。俺も行こう。少尉。俺は死ぬ気はありませんよ。そこにあるのがブラックロータスだろうと、グリーフの罠だろうと。よかろう。ディアブロ少尉、ジョニー・ G 上等兵の2人に紹介オーダーを発令する。当該座標へ赴き、ブラックロータスの存在を確認しろ。了解。話は聞いてただろ、ルキ。もちろん来てくれるよな。言ってくれるか。すぐにアーセナルの準備をしてくれ、ジョニー・G。俺たちもだ。少尉こそ急げよ。俺ならいつでも出られる。ずっと準備してたんだ。お前は助けられてばかりだな。こんな命令はオーダーに乗せられんが、
死ぬな。生きて帰ってこい。いいな。作戦区域に到達しました。フェムト粒子の濃度は軽微、レーダーに影響はありません。各機のデータリンク開始、正体の通信回線を開きます。ブラックロータスの存在を確認しました。司令本部へ報告し、オーダーを終了してください。エンプレスの予測は正しかったようだ。ジョニー G、準将に連絡してくれ。今遠距離通信用の V を打ち上げます。フェムト粒子は薄いようだけど、さて届くかな。ジョニーか。結果はどうだ。今データを送っています。バカでかい花が咲いてますよ。喪失劇のオーダーをお願いします。オーダーを達成しました。よくやった。すぐにその場を離れて我々の到着を。通信部位を破壊された。どこから攻撃したんだ。上空にアーセナルの反応を検知。2機です。テラーズのリグレット機、グルーミー機です。テラーズだって？少佐はいないのか。私ならここにいる。可能なら相手をしてやりたいところだ。出てこい。どこに隠れている。クリムソンロード、あなたは同調試験を続けなさい。ゴミは私たちが排除します。いいだ。勝利。そいつらを倒せんようでは、私の相手など夢のまた夢。お前の強さを示してみせろ。来たぞ、勝利、ルーキー。実験体ごときが偉そうな口を聞いたものよ。ですが、あれがこれまでのどの実験体よりもドミネーターと同調を深めているのは事実です。分かっている。全てはプロフェッサーのため。これまでと何も変わらん。少佐、そこで待っていろ。すぐに引っ張り出してやる。一丁上がり。
他の二人にまで手を焼くとは。聞いていないのか？俺がバレットワークス最強だ。つまり俺が最強だ。ルーキーにばかり重荷を背負わせていられるかよ。俺だって強くなってるんだ。予想外の事態です。ですがブラックロータスを破壊されるわけない。ブラックロータスからアーセナルが出現。クリムゾンロード隊。そろそろ私の出番。クリムゾンロード、戻りなさい。まだ同調試験は終わっていないはずです。だから出てきたのぜ。月を落とされてからでは遅いからな。力は十分蓄えさせてもらった。出てきたな、少佐。これがドミネーターの力か。悪くない。真似を。戻りなさい。邪魔だ。貴様、何をする？聞こえなかったのか。邪魔だと言った。リグレット、これ以上の戦闘の続行は不可能だ。感謝してほしいものだが、これを破壊されては困るのだろう。不甲斐ないお前たちに代わって私が守ってやろうというのだ。ここまでの演算結果をグリーフの元へ届けなければ。仕方ありません。帰還しましょう。さあ、これで邪魔者はいなくなった。私がどれほどの力を得たか思い知らせてやろう。行くぞ。仲間割れか。仲間などいない。誰一人として私を理解できる者はいなかった。これまで、そしてこれからも。だからドレイク軍曹を殺したのか。くだらんことを気にしているようだ。彼女は弱いから死んだ。だ、それだけだ。他に理由などない。違う。軍曹は、あの人は強い人だった。お前なんかよりもよっぽど。一丁上がり。次だ。一丁上がり。これはもっと強くなる。程度の敵など。
私が教えたことを忘れていないようだ。その通りだよ。俺はあんたのおかげで強くなった。だが、なぜだ？なぜ裏切った？裏切ってなどいない。私はお前たちを仲間などと思ったことは一度もない。ただ、解放旅団という仕組みが、そしてパレットワークスという場所が、私が強くなるために都合が良かった。何だ？私は人類の限界を超え、ミロフの力を、これこそ私が求めていたものだ。あんたは間違ってる。それを俺たちが思い知らせてやる。これまでずっと強さを追い求めてきた。体を鍛え、精神を研ぎ澄まし、技術を磨いた。金も名誉、命ですら強さの証明に過ぎない。何の話をしている？どこまで戦争を止められるか、思想で略奪を止められるか、彼はどうだ。そんな場面を何十、何百と見てきた。それは、そうかもしれない。強さとは全て、正しさ、優しさ、強さの前では意味がない。だから私は強くなければならなかった。私は、私がここまで追い込まれるとは。こんな短期間でそれほどまでに強くなったのか。何がお前を強くしたというのだ。少佐、あんたは道を踏み外した。あんたが手に入れたそれは強さじゃない。強さではないだと？そうだ。だったらそんなものに俺が負けるはずがない。あんたが誰にも負けなかったように、強さが何か今ならわかる。一人前の口を聞くようになったじゃないか。では決着をつけるとしよう。私とお前、どちらが強いかを。構えろ、ディアブロ。かかってこい。行くぞ。
じ始めた時、日に日に弱くなっていく自分に耐えられなかった。死ぬまで戦い続けるのが武人だ。だが死ぬ前に老いを知った武人は死ぬしかなかろう。そんなこと、何よりも戦いがなくなることが恐ろしかった。戦場以外のどこで生きられるというのだ。私には無理だ。何を言っている。生き方は自分で選ぶものだ。だからこそ価値がある。そう思えるのはお前が若いからだよ。そうか、私はついに負けるのだな。何を言ってるんだ。まだ戦えるはずだ、少佐。いや、時間切れだ。取り込んだドミネーターの因子が暴走を始めた。やはり制御にはあれが必要だったようだ。こんな終わり方で、俺はまだあんたに勝ってない。いや、お前の勝ちだ。私はあの日から、お前の姉を殺してしまったあの日からずっと死を求めてきた。だが武人としての矜持を捨てることはできなかった。武人としての矜持。もういい、言葉に何の意味がある。それを俺はあなたに教えられた。あなたの背中を追って。どちらかが生き残る、ただそれだけの宿運だった。俺は生きねばならないのですね。私はこれで死ねる。他の誰でもない、お前に負けたのならそう悪い気分じゃない。待ってくれ、まだ行くな。グリーフに勝て。お前が正しいと信じる強さを証明しろ。強い男になったな。ちくしょう、なんで、なんでだよ。なんで俺はあなたより強く、どうして俺をこんなに強くしちまったんだよ。少佐、少佐、こんな戦いがあるから、軍曹も少佐も。お前の言う通りだ。こんな戦いは終わらせなくてはならん。中将、遅いですよ。そのようだな。だがよく生きていてくれた。これで本当に終わりなんでしょうか。リーフが姿を現さなかったのが気になりますよ。奴にとってこれが最後の砦だったはずだ。確かにな。だが月を落とす手段が失われたのも確かな事実だ。リーフはどう出るつもりだ。Ha!
全てが紡がれ、一つの未来へつながる時が来た。